藤のデンタルアベニュー、ドクター伊藤のデンタルアベニュー、ザ・ロフトデンタルスタジオ、ホンダプラザデンタルクリニックの提供でお送りします。ドクター伊藤のデンタルアベニュー、今日もリトル東京のホンダプラザデンタルクリニックにやってまいりました。お話を伺うのはドクター伊藤こと伊藤浩一先生です。伊藤先生、おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。4月になりましたね。そうですね、はい、はい、もう新学期が始まって、はい、で会社の方も新入社員っていうのが入ってきてですね、そうですよね、入れ替えがある時ですね。新しい新年度のスタートだなっていう気が、はいはい、しますけど、ロサンゼルスもやっぱりこの時期って日本の方がこうロサンゼルスに赴任されてきたりっていうことが多い時期なんですよね。そうですね、うちの患者さんも帰られた方もいれば、はい、新しい方はね、まだ来られたばかりで、まだお目にかかってないですけども、はい、新しい日本から来られてすぐの人が、多分、こちらの保険制度がわからなくて、はい、結構困られる方が多いので、今日は実はこれ去年もやったんですけどね、1年以上前になりますが、はい、新海さんの時にやってるんですけれども、はい、米国におけるね、歯科保険制度が、日本のものとどういうふうに、違うのかっていうのを、簡単にお話ししたいと思うんですね。はい、ぜひお願いします。で、日本から来られてすぐの方がこの TGS のラジオも聞いてくれてると本当はいいんですけど、いいんですけどね、はい、でもインターネットでね、後からも聞けますので。そうですね、はい、日本とアメリカの一番大きな違いっていうのは、日本の歯科保険っていうのは国がお金を出してくれてるんです。はい、国って言いましても当然税金で賄われてるわけですから、国民が最終的には払ってるんですけれども、出どころは、厚生省が管轄して、国が出していると、はい、でそれに比べてアメリカの保険っていうのは民間の保険会社がいくつもありまして、そこから患者さんが保険を買って、そこから保険が降りてくると。ですから日本における歯医者さんと保険の関係っていうのは、歯医者さんが国に直接その保険申請っていうのをして、そこから支払いが来ると。でアメリカの場合は患者さんが治療した時に我々歯医者が患者さんに請求当然行くんですけども、それを患者さんに肩代わりして保険会社に請求をしているという形なんですね。はい、で関係はあくまで患者さんと保険会社の直接の関係なんです。はい、日本から来てすぐだとどうしてもその保険っていうのはもう歯科医院と保険会社との関係があるような感じに捉えがちなんですけれども、ここが大きな違いなんですね。で保険会社っていうのは、簡単に言うと高いお金を払ってると当然カバレージもいいでしょうし、はい、安く済ましているとカバレージも悪かったりするわけですね。それから保険会社によってはカバレージが悪いところもあると。陽子さんは歯科保険は入ってないんですよ。それでアメリカで歯科保険持ってる人ってそんなにいないんですね、パーセンテージで言うと。そうなんですか。ない人もたくさんいます。はい、仮にあったとしても上限が設けられてます。通常はですね、大体1000ドルから2000ドルぐらい年間にね出る額っていうのが決められちゃってるんです。はい、だから2000ドル以上の保険を持ってる人はものすごくいい保険だと思ってください。そして車の保険と同じようにですね、はい、まず最初の例えば通常50ドルあるいは100ドル分は自分で払わなきゃいけないっていうディダクタブルと呼ばれるもの、わかりますか？はい、はい、でこれがあるんです。はい、歯科保険も自己負担になっちゃう。それ最初聞いた時納得いかなかったですね。歯科治療はですね、大きく分けて3つの治療に分かれてます、保険のタームでですね。はい、で、まずはプリベンティブトリートメント、でこれは予防歯科ですね。で2つ目にベーシックトリートメント、これは基本的な治療ですね。それから3つ目にメジャートリートメントという、この3つに分かれてます。保険の種類にもよりますけども、一般的にこのプリベンティブとされるものをですね、予防歯科に対してはどういうものがあるかと言いますと、クリーニングであるとか最初の初診ですね、はい、エグザム、それからレントゲン、はい、こういったものなんですけれども、通常は 80% から 100% カバーされてます。はい、次にあるのがベーシックトリートメント、虫歯の治療ですね、小さな詰め物をしたりとか、
あるいは虫歯が大きくて神経まで行ってしまって神経治療をしたりする場合、このベーシックっていうのも一般的には 80% 保険会社がカバーしてくれます。結構じゃあカバーしてくれるんですね、はい、でその次のメジャートリートメント、いわゆるクラウンですね、はい、あの前回お話したクラウンをかぶせるときに、これに関してはメジャートリートメントとして見なされると。で保険会社は通常 50% 半分をこれを支払ってくれるんですね、はいはい、ただし、最初に言いましたようにアニュアルマキシマムカバレージというのがありますので、こういった神経治療をしたり虫歯の治療をしたりして保険会社がその年に1500ドルもう支払ってしまえばそこで打ち切られます。それ以上のものは全部患者さんの自己負担額になってしまいます。じゃあもっと保険のその種類だったりですとか、はい、保険代をもう少しちょっと多めに払うとよりこうカバレージのいい保険に入ることっていうのももちろんできるわけですよね、はい、もうこれはもう保険の種類によって全然違いますし、はい、でもう一つ気をつけないといけないのは、保険会社によっては自分たちの料金表っていうのを持ってる場合があるんですね、はい、でその料金表に対して 100% あるいは、ベーシックトリートメントであれば 80% 出しますよっていう形を取ってる保険会社があります。例えば95ドルクリーニング、歯のクリーニングかかったとしますよね、はい、でもその保険会社が持っている値段表がクリーニングが例えば89ドルであったというふうになった場合に、はい、89ドルに対して 100% が支払われるので、その差額である6ドルが自己負担額になっちゃうんです。あ、なるほど。ただこういうことをよく理解していないと、そのあれ保険会社は 100% 払うって言ってるのにどうして6ドル自分が払わなきゃいけないのかっていうことがやっぱり質問が出てきちゃうので、まあ、うちのオフィスに来られた患者さんにはですね、はい、米国における歯科保険制度に対して詳しくこう説明した紙をですね皆さんにお渡ししていますので、はい、まあ、これ読んでもらえれば、あ、こう大体こういうことなのかっていうことが、まあ、お分かりいただけると思うんですけれども。なるほど、はい、ただ分かんないことあったらいつでも聞いていただければ、できるだけ時間を取って詳しく説明させていただいていますので、はい、はい、保険の相談もホンダプラザデンタルクリニックにどうぞ保険の相談はですねでも保険のエージェントの方がもうプロの方がいますから、まあ、そうですね、はい、では先生もよくご存知だということなので、はい、はい、その際はぜひご連絡ください。先生今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ドクター伊藤のデンタルアベニュー、ホンダプラザデンタルクリニック、ザ・ロフトデンタルスタジオの提供でお送りしました。